この人たちはね、フレキシブルなんです。そして自分たちは室内楽団であるというね、ということを自認しきっている人の集団です。この人たちはアバドに本当に浸水しきって弾いていた人たちであるというだけでなく、それからアバドがルセルンのオーケストラを作ったというこの中枢にあるんです、これが。でいつだか私が一緒に演奏会した時、シューマンのコンチェルトを弾いてて、その後でブルックナーのね、5番のシンフォニー、それ第一バイオリン20人使ってるんですよ。これ大きいですよ。普通にブルックナーやるにしても大きいですよ、これは。それでところがね、室内楽団であるかのようにね、もう本当にフレキシブルに弾いてたんでね、あんたたちのあれは本当素晴らしかったって、もう室内楽団のようにね、弦のセクションが動いてたって言ったらね、クラウディオがそういうふうに触れるように、自分たちは少なくともマーラチェンバーの集団はね、室内楽団として弾くからだって言ってました。だから合わないなんてことがあっては困ると、我々が弾いてる時にはね。それだからそれをやっているだけだ。来てくださってありがとうということです。それが何よりです。ただね、本当に音楽というのは素晴らしいものなんです。だから私の方からはもう来てくださってありがとうと。